園内に入るとトンガリ屋根のエレベーター塔がお出迎え。2022年11月愛知県長久手市に開園するジブリパークは、園内の至る所でスタジオジブリの世界観が表現されています。青春の丘エリアにあるのが映画耳をすませばに登場する骨董店地球屋の建物。耳をすませばは読書好きな少女とバイオリン職人を目指す少年との出会いを描いた物語で、この建物の中に少年のバイオリン工房がありました。園内にはこのほかジブリの大倉庫、どんどこ森といったエリアがあり、いずれも11月にオープン。さらに2023年度には魔女の谷ともののけの里が完成予定。もののけの里エリアには映画もののけ姫に登場する製鉄所タタラ場を整備する計画です。ジブリパークの開園を待ちわびる愛知県ですが、愛知の観光はある問題を抱えています。それは全国の中で愛知県は観光地だって多分思っていただけるところってちょっとなかなか難しいかな。2022年に大手旅行予約サイトが行った楽しめるスポットや施設、体験が多かった都道府県についてのアンケート調査によりますと、愛知県は子どもの部で19位、若者の部で32位、さらに大人の部に至っては46位と寂しい結果に。まあ、市町村さんによってはメインで頑張っていらっしゃるところもあるんですけど、まあ、ものづくり県なんで富士山とか金閣寺みたいな愛好になるようなものがちょっとなかなか今まではない。そんな愛知県の担当者にとってジブリパークへの期待は大きい。全国から注目が集まるジブリパークにあやかろうと、こんなウェブサイトを立ち上げました。その名もジブリパークのある愛知への旅。ジブリの作品とか出てくる劇中のキャラクターに紐づけるものではないけれど、世界観を感じるっていう、そういうものを愛知県の中でジブリファンにお届けしていきたいな。例えばこちらは大府市にある鈴木バイオリン製造の工房見学。ジブリ映画でバイオリンが登場する作品といえば、ジブリの耳をすませば。映画と同じく階段を降りると、こちらはですね、バイオリンの組み立てを行う手工場になりますね。工房でバイオリン作りを間近で見学することができます。あの映画の中にもこんなシーンがあったような。鈴木バイオリン製造は創業明治20年、135年の歴史を持つ愛知のものづくり企業で、日本で初めてバイオリンの量産を始めた会社です。さらにこんな体験も。アルコールニスを塗る体験をしているんですけども、こういったコマを実際に使っていきます。コマとはバイオリンの弦を支えるこちらの部品です。使用するニスはバイオリン製作に使用する本物のニスを使ってます。実際に塗ってみるとムラにならないようにするのが難しい。時間を忘れて没頭してしまいました。バイオリンに使われるニスは塗り重ねるほどに色に深みを出すことができます。ジブリの世界を求めて訪れた工房で、愛知のものづくりの技に触れることができました。ジブリパークっていうのは今回全国で初めて開業するってことで、まあ、全国からお客さんがこの愛知県に来た、ついでに、まあ、大府市にもこういうバイオリン工房があるんだよっていうのは知ってもらえる機会じゃないかなと思ってます。続いて訪れたのは豊田市の山あいにある三州和助屋敷の鍛冶屋さん。日本の原風景に鉄を打つ音が響きます。といえばもののけ姫、はい、
タタラっていうのが鉄の材料を作ってるところなんで、間違いなく鍛冶屋さんはいるはずなんですよ。その世界観を感じて楽しめるんじゃないかなと。体験できるのは五寸釘を使ったペーパーナイフ作り。熱した釘を金槌で叩き、刃の部分を鍛えます。平たくしながらまっすぐに伸ばすのはコツが必要です。釘を熱しては伸ばし、熱しては伸ばしを繰り返し、世界に一つだけのペーパーナイフが完成。貴重な体験で旅の思い出ができました。もともと愛知県にはものづくりの文化に触れるための産業観光の施設が数多く存在しています。ジブリパーク開園を機に、これまで全国的にあまり知られていなかった観光資源にスポットライトが当たることで、愛知全体の観光の魅力度向上につながるのではないでしょうか。ちょっと今まで見つけてなかった、知らなかったようなところを、こう愛知県たくさんいいところありますので、そういうところにも行ってほしいな。11月以降はかなりインパクトのあるお客さんたちの数、来ていただけるんじゃないかなというのは期待してます。